でも錬金術で人間を作っちゃいけないんだよね。もう一度母さんに会いたくないのか。会いたい。じゃあ決まりだ。錬金術師。何、エドワード。格の違いってやつを見せてやる。弟アルフォンス。禁断の錬金術によって兄は手足を、弟は体全てを失った。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。どんな使い方したらこんな壊れ方するんだよ。あれ、久しぶりだな、鋼の。友達は助け合うもんだ。ひどいわ、一回死んじゃったじゃない。兄さん、僕のためにこれ以上無茶をしないで。あれのためなら俺は何だってやる。鋼の錬金術師。あの日見た空、赤色の空をねえ、君は覚えていますか。約束ちぎり、初夏の風が包む二人寄り添う。